宇だる恐るべき教師俺が今この手記を書き残そうと思い立ったのは俺自身将来においてはきっと殺されるのだろうということをちゃんと知っているからである殺されても無論俺は文句の言えた義理ではない もうずっと前からそんなことは当然予期していなければならなかったことだしまた殺されて惜しいほどの人間ではないがそれにしてもこの俺だけが殺されてしまって俺を殺したやつの方では濃々と生き延びていられるということが考えると少々残念でもある結局俺が殺された場合には その殺したやつが誰であるかということを一目瞭然たらしめるためにこの手記を書き残しておくということになるのださてどこから書き出していったらいいものか俺は引田馬吉といってこれでも元は某高等師範を首席で卒業したものなのだ専門は理科だけれど専門以外の語学だって何だって他人には負けない 物を教えるという、つまり教科書の代用になるという点ではまず最も融通の利く方で高等師範を出た当座などは「俺はこれだけ頭のいい人間なのだからどこへ行ったって大丈夫だ」「いずれ将来は中学を教えているから勉強もして専門学校や大学の教授にもなってやろう」と。 そんな虫のいいことを考えていたものだそれがまあどうして今のような惨めな境遇に落ち下り日がない一日ろくでもない家庭教師の職に甘んじなければならなくなったのであろう何しろ俺にとって一番運の悪かったことは俺が生まれつき一寸法師のように背が低くて頭は大きく足は短く まるで不自由な体を持っていいたととうことだ体が不自由であればこそ他の職業ではとても不向きだと考えて学問で身を立てようと決心したのではあったが当時は今のように就職難というものがそれほどひどくなくことに高等師範の卒業生などはあっちからもこっちからも引っ張りだこになり自然俺も 学校を出るや否やすぐととかの某府立中学へ初任給100円で招かれていったものなんだその中学で俺が最初に得た教訓は何だったろう教師という職においては学問のできるということが必ずしも教師の持つ大切な資格ではない教師としては 教室へ入った瞬間に一見して生徒を威圧するに足るだけの要望風采を持っていなければならぬという実にくだらないことを俺は知ったのだ場合によって教師は私学館と校長と校長の細君とにおべっかを使う必要もあるだろうがそれはそれとしておそらく 中学生というものほど実に取り扱いのやっかいな代物はない彼らは教師がちょっとでも見劣りのする風妻だとそいつにすぐと目をつけていやもうお話にならぬ程度にまで教師をバカにし始めるものなのだ生意気盛りの中学生たちから俺はどんなにしてからかわれいじめられたことであるか 教団のチョーク箱へ毛虫をいっぱい詰めておいたりボールドへ俺の滑稽な一寸帽子姿を描いておいたり時には質問小冊同盟というのをやって俺が教室で何を生徒へ質問してもただニヤニヤと笑って答えなかったりそんなことは中学生のやりそうないたずらとしてお決まりであるが今でもよく覚えているのは 物理の時間に物体の安定度について講義をしていた時のことだ一人の生徒そいつの名前だって忘れちゃいない村越という歯科医議員のせがれで身長5尺6寸中学の4年で早くも柔道の初段をとっていたやつだそいつが突然立って言うではないか先生 質問があります。何ですか村越くん俺はもう他の生徒たちが何かクスクス笑っているのに気がついてあこれはいけないと思ったのだけれど仕方がないわからないところでもあるのですか村越くんあります先生のお話だと物体は 重心が下にあるものほど安定だというのですけれど、僕は実は妙な人形を持っているんです。そいつはどこが妙だかというと、尻よりも頭の方が大きくできていて、そのくせにいくら倒れてもすぐに起き上がってしまうんです。見たところではどうしたって重心が頭にあります。ちょうど持ってきていますから、先生、一つやってみてください。 にゅっと席から出てくるといきなり教団のテーブルへ近づいてそこへ出したのが紛れもない張り子の一寸帽子お手製と見えて随分ブサイクなものだが顔だけはどうやら俺に似せてある村越はそれをテーブルへのっけると「ほーらこんな具合ですよ先生」言いながら ポカリポカリ人形の横っ面を張り飛ばしたのだ俺に似せた一寸うしはそれも村越が細工したのだろう殴られるたびにキュ,キュという悲鳴を上げたそして倒れては起き上がり起き上がってはまた殴られた俺は今こうやって物を描いてみると 自分ながらなんだか気が強くなって誰にだって負けないような偉そうな気持ちになれるのだが本当はごくごく気の弱い我ながら愛想の尽きるほど卑屈な立ちの人間なのだ村越の持ってきた一寸法師。つまりそいつは大きい頭の中は空っぽにしておいてお尻へ重しを入れた起き上がりこぼしなのだが 俺はそいつを慌てて手に取り上げて生徒たちがどっと声を上げて笑う中で「ハはハハハこいつは君起き上がりこぼしだよ知っていてこんなものを持ち出してくるのは人が悪いねがなんだ記念品に僕がもらっとくよハハハハ 自分でも半分泣き笑いのようにして笑ったものだ数え上げるときりがないが俺は幾度これと同じような目に合わされたことだろう有名な坊っちゃんの中にも中学生がいたずらをする場面があったかと思うだがあれに比べてこれはなんという残虐ないたずらだやがて俺は この中学を辞職するよりほかなかったそして次に口を求めて行った私立中学ではより以上悔しい目にあった東京のうちだけでも4つの中学校で俺は散々生徒にいじめられて結局辞めてしまったのだ都会の中学生はことさらに悪ずれしているのだろうと考えて田舎の中学へ行ったこともある がそこだって別に変わりはしない5年6年転々として各中学を回り歩いているうちにとうとう俺はあらゆる失意のどん底に落ちて自殺の決心をするところまで行ったのだ考えてみればあの時に実際自殺してしまった方がよかったのかもしれない俺はそうやって自殺しようとする間際に この家の主人宝田朝右衛門氏夫妻に救われたそうしてここの家へ家庭教師として悲偶することになった簡単に言うと俺は当時一方では失職をしていて着るものはおろか食べるものにさえ事書いていた状態だったし一方ではもうどうせどこへ行ったってこの生まれつきの見苦しい風妻では 他人にからかからわれるばかりであってとても身を立てることはできないと思って諦めていたしある晩市街大塚にあるガードの上から商船電車の線路へ身を投げて死のうとしたのだそしてその時に通りかかった朝江門氏夫妻にどうやら抱き止められてしまったのだ身の上を一通り離すと 浅氏夫妻はその時ひどく同情してくれたものだったじゃあ何かい君はそれだけの才能がありながら食って生きていかれないために自殺しようというんだねそうです僕はもう生きていく資格のない人間です冗談じゃない人間死ぬまでの決心がありさえすりゃ どんなことをしたって生きていかれるはずだ君は中学校の教師としてはもうとても勤めてみる気持ちはないとしてもどうだろうわしの家へ来てみないかお宅へ行ってどうするんです何か僕に適当な仕事を考えてくださるんですかまあそうだ仕事は 家庭教師だよ。家庭教師。俺はその時まで家庭教師というものを一度もやったことがなかった失職していたために無論新聞などへも広告を出してそういう口を探してみたことはあるところが何しろ口頭師範でだというわけですぐと申し込みがあるにはあっても行ってみるとこの風水だ どこの家でもこんな男は体裁が悪くてまた信用も置けないというのだろう。いつも初対面で断られてしまった。俺は浅右もん氏の言葉を聞いて夢ではないかと思ったものだ。この僕をあなたの家の家庭教師にですかそうだよ。わしの家にはね、 中学の三年生が一人女学校の四年生が一人その下にもまだ小学校へ行っているやつが二人いるんだみんなわしの子供だが学校の成績はあまりよろしゅうないそいつを君に教えてもらいたいんだしかし僕にできることでしょうかもしかして僕が お嬢さんや坊ちゃんの気に入らなかったとすると大丈夫だろうそれについては無論わしからも子供たちによく言い聞かせておく今度の先生は風災こそよくないかもしれないけれど学問は素晴らしくできる人なのだからよく言うことを聞かなければいかんとこういうことは注意しておこう そしてまた君の方でも何しろ一旦は自殺しようとまで覚悟したのだ。もしかして子供たちがよその中学生と同じようにあるいはなかなか制御しにくかったにしたところでそこはできるだけの寛大さでだんだんに子供たちを懐かせるようにしたらいいじゃないか。何事も辛抱が大切だ。 わしは一旦君を引き受けた以上君の方から辞めたいというまでは決してやめてくれとはいやせんし子供を君が教えるについてああしてもらいたいとかこうしてもらいたいとか何かの注文がある場合にはできるだけ君の満足のいくようにもしたいと思うどうだ君一つわしの子供の世話を焼いてくれないか 実に訳の分かった話なのだ浅右もん氏はその時債君同伴でその場所が邸宅のすぐそばだったのでそぞろ歩きにでも出てきたところだったのだろう主人夫妻の後ろには諸星と女中とが一人ずつ食いついていたものだが諸星はすこぶるどう猛な土佐犬の鎖を引っ張っていたし見たところでもどうしてなかなかの富豪だということが分かった。 主人があんなに言うんですもの。いいでしょう、あなた。と、サイ君も言葉を添えて言った。タクは随分広いのだから、あなたが来ることになれば、部屋も一つ取ってあげます。同じ家に寄付ししている間には、子供たちとも時期馴染んでしまうわけですからね。俺は、感激のあまりというやつだろう。 涙がポロポロとこぼれてきたそうして地べたへはいつくばうばかりにしてこの負債の行為を感謝したとりあえず身支度からしてこしらえねばならぬというので一緒にいた女中が俺を連れて行って服から帽子から靴まで買ってくれたものなんだ2日の後に いいよいよ俺が宝岳へ住み込むようになってからわずかに一週間ばかりではあったけれどもその間のことを俺は何と言って言い表したらいいのだろうそれは俺にとって思ってもなかったほどの楽天地であり今までにかつて一度でも経験したことのない絶大無限な幸福の境地であったのだ 宝だけのことをここで少しく説明しておく必要があるが浅右衛門氏は前に述べたところでもわかるように非常に好人物なところのある物分かりの早い人物で某会社の社長をしているほか、いくつもの大会社に関係のある相当名の知れた実業家だったそうして氏の構えている和洋折衷式の大邸宅には主人夫妻や4人の零則零情のほかに 女性が2人に女中が3人華麗閣の神藤という老人と自動車の運転手と飯炊きバートさらに2匹の土佐犬と急患長とがいた俺までを加えると都合15人の人間と3匹の動物がいたことになるのだ金持ちの家庭というものがみんなこういうものだかどうだか知らない。 がとにかくこれは決して少人数の暮らしではないのだそうしてこういう家庭では主人たちが少しおおまかな気風を見せると使われているものがこの家の裕福な気風に感染して万事をぜいたくに投げやりに見よう見まねのおおまかさを見せるものなのだあれで新道老人がもう少しピリッとした人間だったらよかったろう だかし主人公夫妻は主人が大抵は外出がちだったと同様に崔君の方もやれ芝居だ研究会だ買い物だあるいはどこそこの競馬だと言って一日に必ず一度は外出したしこれでは家の中が乱脈になるのが当然だった。 女性も女中も飯炊きバーも屋敷の中の決まった仕事だけを片付けてしまうと来客でもある時以外は甚ははだのんき千番なもので寝たり起きたり買い食いをしたりサンドサンドのお惣菜も主人側と同じ贅沢はしないまでも決してお余りを頂戴するということではなく中流の月給取りの過程でやるのと同じくらいのものをこしらえて食べて 全てがまことにのんびりとやっていたのだったあなたは家庭教師ですってねここの家はそれはとても大まかで何も遠慮することはないんだからあんただって食べたいものがある時はぐんぐん台所の方へ言うといいのよ女中頭が小谷という女だこの女は初対面のあとで俺にそっとこんなことを言ってくれたものだが。 このような立派な屋敷の中に着がすることができてしかも大してがねをする必要もなくああ俺は何といううまい運にありついたのだろうとしみじみ考えたくらいだった言うのを忘れたがこの時は今からは5年前3月終わりの試験休みで俺の教えようとする子供たちは4人が4人とも海岸の別荘へ行っていて 当分の間俺は用がなかった。そうして、だからこそ実に幸せだと考えていた。俺の風采が風采だったので、本来ならば女中たちも随分と俺を馬鹿にしそうなものだったが、それも浅江門氏がよく注意しておいてくれたのだろう。最初はともかく、みんなが俺を学問のある人間だとして、尊敬しないまでも、 かにしてはくれなかったそうして俺は「この分ならいつまでだってここにいられる」こう考えて安心してしまったのだ。ぺちゃくちゃギャーギャーゲラゲラと自動車の止まる気配と一緒に玄関には黄色い声で何か盛んにしゃべり立てるのが聞こえてきて。 ぼっちゃまたのおかえり運転手がそういうふうに叫んだのはそれでその試験休みが終わった時のことであるあらかじめ通知があったので女中たちは一度にそろって玄関へ出迎えたし俺は俺で少しく威厳を見せるためにみんなが奥へ通るのを待って浅江門司に連れられてそこへ行ったのだ お前たちに紹介しておくがここにおられるのは比企田先生といってこれからお前たちの勉強を見てくださる方なのだご挨拶をしなさい浅右もん氏はそう言ったそうして子供たちはそれぞれペコリと頭を下げたが俺はこれまでの経験でよく知っているこの時すでに俺は この子供たちがどうしてどうして容易ならん子供たちでとても一筋縄で行くものではないとはっきり見抜いてしまったのだ長女は時子といって柄も大きいし目鼻立ちも立派だし確かに美人のうちに属するのだが唇が上へまくれ上がっていて薄っぺらで大変におしゃべりだということがよくわかる長男朝太郎は 父親に似たのだろう鼻が上を向いていて唇が厚くてどんぐりのような目玉をしている中学で言えば明らかに劣等生に属するやつなのだ次男はこれは長女に似てやや整った顔立ちなのだが尋常6年来年から中学へ行くのだというにしては甚だませた顔つきでこれもろくなやつではありそうもない。 最後の娘は尋常5年でかわいそうに長男以上のブサイクな顔おまけに縮じれた髪の毛を持っている自分の身に引き比べると俺などはこの醜悪な女の子に一番同情をしていいはずなのだが俺などはこの醜悪な女の子に一番同情をしていいはずなのだがどうしても好意の持てないというほどの子供だった 次男は朝次郎というし末の娘はみ子というのだ小さい方の2人の子供は最初に俺が顔を見せた時「おや変なやつが現れたぜ」という目つきでもって互いに脇の下をつつき合ったそうして「俺がこれから先生になるのだ」と聞かされた時にそろって首をすくめて見せて。 それからもう一度脇の下をつつきあった浅江門氏がそれからだんだんに俺のことを話していく間さすがに彼らはいとも神妙にして父親の言葉を聞いているふうを見せたが浅江門氏が何かの拍子でひょっと俺の方を振り向いた時には時子と浅太郎とがもうペロリと舌を出しているというありさまだ坊っちゃんたちがああいうことをなさっています よほどビシビシやらないととてもうまくいきませんがせめて俺はそのくらいのことを主人夫妻に告げてやればよかったとも思うだが俺は気が弱かった子供たちの俺に対する無礼な態度を確かに憤慨してはいたくせに臆してしまって何も言うことができなかった翌日からして いいよいよ俺はこうした子供たちいやそれはむしろ小悪魔と言った方がいいだろうこの小悪魔たちの学業をピンから霧まで見てやることになった後で聞いたことではあるが元来が宝田家では俺が住み込む前にも幾度か家庭教師を雇ってみたことがあったそうだ。 それらの家庭教師たちは俺と違って皆一角の要望風采を備えていたに違いないからまさか初っぱなからしてこの小悪魔どもに侮られ恥ずかしめられ尻尾を巻いて逃げ出したというわけでもあるまい。が女中頭の小谷の言うところでは彼らは長くて半年短いのはたった2か月ばかり来てみただけで 皆自分からお断りを申し出たということだった子供たちがとても出来が悪くてどう教えようにも点で手がつかなかったのであるその上にまた一番下のやつまでが困っちゃくれていてこの先生は金を稼ぐために自分の家へ教えに来ているだから決して偉い人間ではないそういうことを知っていて それが自然、物を教わる時の態度の上に実に不愉快な影響をきたしたからである世話をする子供が頭がないというだけでも家庭教師という特別な教職にある者にとってはそれがどんなにつらいことであるかよろしく想像してみるがいい学校では出来の悪い生徒には落第点を与えるだけのことだところが家庭教師ではそうはいかない 学校の試験にとても休憩するだけの力のないものをどうにでもして休憩させるということが家庭教師の仕事なのだ子どもはともかく親が一番無理を言う「あれは自力では休憩できないのだからそれであなたに来て見てもらっているんだ休憩するようにできないのなら何も教えていただかなくともいい」と こういうふうに言う親があったとしたらそんなのはまず案外ものの分かった方だおそらく大抵の親は自分の子供がそれほどバカだとは思っておらず従ってもし子供が落第するとそれは家庭教師のやり方がよくないからだと考えてしまうのだ女学校4年とはいうものの長女時子はそれまでに3度落第しそのたびに 彼の力で A の私立女学校から B の私立学校へと転校していた女だった長男朝太郎は学校こそ買えなかったそうだがそこへ入学するときには随分多額の金が振りまかれていたということだし学校ではやはり二度落第し今度は三学年を二度目にやり直すというところだったそんなわけで時子も朝太郎も 学業の方ではまだ少女及び少年という年頃に相当していてしかも実際は立派に発育しきった女でありまた立派に思春期に達した若者だった俺はまず低能児を教育するというこうした点でも実に苦しめられたものだったそうして次には例の中学生のいたずらがここでも同じように繰り返され 彼らが俺の生徒となってから3、4ヶ月はまだしもよかったと言っていいその3、4ヶ月が過ぎる間に彼らはちょいちょいと俺をからかい始め俺がそれをいつもの卑屈さからじっと辛抱していたために彼らはちょっと大胆になってきてついには言うに言われぬ侮辱を加えるようになったその子供たちが俺に対してやったことは いたずらという簡単な言葉ではとても満足にその意味を表しえないくらいのものだむしろそれは一種の残虐性の表れであった残虐性の強い人間つまりいわゆるサディストにとっては例えばそれが性欲的なものとは離れていても人間を人間として扱わず犬や猫 あるいはそれ以下のおもちゃのように取り扱うということがおよそどんなに彼らにとって愉快で満足なものであるのだろう彼らには確かにサディストの傾向があったそうしてその傾向は俺を対象することによって極度にまで発揮された惨めな姿を持ったこの俺がいかにして彼らの人間おもちゃとなったか そのことを俺はとても詳しく書き残しておく勇気がないそれは全くサーカスの同契約どころではなかった公衆の面前で頭をポカポカと貼り付けられる漫才の才像ではなおさらなかった泥靴で踏みにじられ蹴飛ばされ挙げ句の果てにはぐんやりと空気が抜けてしまったフットボールみたいになって俺は 精神的にも肉体的にも徹底的に彼らからやっつけられたのだ一体俺は犬が非常に恐ろしくて子供の頃から犬の姿を見ると額から汗を出すほどの太刀だったが前に言ったようにここの屋敷には土佐犬が2頭いた普段はこの犬が鎖につながれていたからこそ俺も安心していられたものだがある時は この犬が彼らの役に立って、俺は自分自身が恐怖のために気狂いになりはしまいかと思うような目に遭わされた。また、突然池へ突き落とされたこともあった。そしてある時は夜寝ている間に髪の毛をジョキジョキと切り落とされ、しかもそれが真ん中だけをちょんまげのように残してあったので、 朝になってなんだか変だと思いながらも部屋を出ると女中たちから「福助」だと言って笑われたこともあった。がこれらはまだ比較的無邪気な方であってこれ以外に俺は到底必死にはのぼせがたい例えばある特別な人種の行う臨機に似たようなことまでもたびたびやられたものであるし彼らもまたそういうような場合には あらゆる陰険な知能を絞って実に巧妙に俺を罠の中へ落とし込んだものだ俺がある時彼らのトリックで非常に変な飲み物を飲まされるとその後で部屋の机に「公子の小便」そういう文句の書いた紙切れの置いてあったことなどそのうちの一例だと言ったならばあとは大抵わかってもらえるだろう 1> 約1年たった時に彼らの暴虐はますますその度を加えるかに見えたそしてこの時に俺は一つの決心をした俺がこの手記において最も語りたいと思ったことはすなわちこの決心に関しての事柄なのだ そもそも俺が宝だけでこれだけの侮辱を与えられながらなぜそこを立ち去らずにいたかというとそれにはいろいろの理由がないではない。第1が「俺は一方ではこんなにしていじめられても子供たちが学校へ行っている昼の間やあるいは休暇などに子供たちが別荘へ行った時やそういう場合には実にのんびりとした日が遅れたからだ」。 第2が「新道老人が何かにつけて俺をかばってくれ」「旦那は立派な人なのだからもう少し辛抱するがいい」そう言って慰めてくれたからだ。第3が「主人夫婦はあれだけ熱心にして俺を家庭教師にしたにもかかわらずその後は子供たちを任せきりで甚だ頼りない状態ではあったがそれでも」 子供たちの悪逆さを新道老人から聞かされていたのだろう一階の家庭教師としては案外に多額な金でもって月々俺の労をねぎらってくれたからだがしかしこういう三つの理由だけではいかに俺でもそうそう我慢しきれるものではないあの時からしてはもう五年間俺がじっとこうやって宝竹にいるのは 実を言うと今言ったある決心ができてから一つのひそかなる楽しみが生まれたからなのだ俺の決心はこうだったよーし悪党ともめ貴様ちは俺を何にもできない虫けら当然に思っているが今に見ていろ俺は 貴様たちに素晴らしい復讐をしてくれる。復讐とは何だつまり俺は貴様たちにあらゆる悪徳を植え込んで、貴様たちをこの世で一番の悪党に仕立ててやろうというのだぞ。教育家としておそらくこんなに物騒な教育家はあるまい。 俺はそう決心してみるとこれこそは実にやりがいのある素晴らしい計画だということに気がついたそうしてこん本来こんなにもへんてこなことを考えた教育家は多分俺以外にはなかったであろうと考えてそれだけでも随分愉快になれた人のいい浅江衛門氏夫妻に対してはお気の毒だが 小悪魔に対する復讐としてはまずこの辺が最も遠を得ているのではないか子供たちは俺が全く抵抗力のなくなった人間だと考え込んでいたからそれからもどしどしと彼らの悪辣な所業に及んだそして俺は以前とは全く違った意味で時には多少の快感さえも伴って彼らの侮辱に甘んずることができた まず俺がこの決心のもとに最初にやったことは時子と浅太郎とがもう十分その時期に達していたのでモーパスさんの英訳などを買ってきて学業の補助だという名目のもとにそのうちの最も露骨な性欲描写の場面を訳して聞かせたりあるいは理科の動物の試験があるという前夜に卵はどうして生まれるかということから解き起こし 全てのの生殖作用の根本を説明してやったりすることだったウーマンス・ライフ」という本があってその第109ページに猛烈な性愛描写があるという話をすると朝太郎は英語がろくにできもしないのをいつの間にかその本を買ってきて一生懸命に辞書を引いていたことがあった時子には ザ・ガールズ・エクスペリエンス・イン・エ・ボーディング・スクールという小さな本を見つけてきてそれを何気なく時子の目に触れるようにしておくとやがて彼女が両親に向かって経験のためにどこかの寄宿舎へ入ってみたいと言い出したということだった乱暴なことをするだけでそうした方面においては案外まだ子供でしかなかった彼らは初めていろいろの秘密が分かったのだ 手始めとして俺はこの成功にほくそえんだそして彼らの秘密なる憧れをますます煽り立てるように企てた法と無来の零束零状を作り上げることが俺の仕事の第一歩であったわけだがこれはおそらく俺が格別手を加えなかったにしたところで こうした家庭におけるこうした彼らの状態としては、早晩同じ結果がもたらされたことであったろう。俺はただそれに対する加速剤の役目を務めただけだ。俺の最も力を入れて狙ったのは、長男や長女の大きいやつではない、一番下の公子という娘だったのだ。なぜかというに、 大きなやつらはもはや頭の方も固まりかけていて新しい教育を施す余地が少ないのに対し公子はまだ十分にその余裕を持っていたからだクワウルに。俺はその頃、ろ公子が実は他の3人の兄弟と腹違いで朝右も門氏がどこかの極めてつまらぬ女との間に問題を起こし新道老人が中へ入って この娘だけを宝だけへ引き取って解決をつけたのだということを小谷の口から聞き出したからだこれを聞き知った時に俺は踊り上がって喜んだそうして俺の計画に対する公子の役割を入念に考えれば考えるほどそれが万事思うつぼにはまってくるので有頂天な喜びとともに即刻公子の教養に取りかかった 俺は約3ヶ月かか月って、君子に金銭がいかに値打ちのあるものかということを教えたのだ続いてあとの3か月を費やして学校の就寝なんかに書いてあることは全く嘘っぱちだということを教えたのだ金銭は幸福を生むものにあらず努力は幸福の源なりということわざのかわりに 金銭はいかなる幸福をもあながいうべし努力は金銭を縁がためのものなりということを教えたのだそれを十分に理解できなかったにしても彼女の頭脳をそれによって混乱させることができるだけでも確かに成功だと俺は考えたそしてともかく最初の一年は 彼女の物欲を助長せしむることに最善の努力を尽くしたのだった二年目に入ってからは彼女が宝田家の本当の子供ではないということを教えたそして朝江門氏が死んだ暁において宝田家の莫大な財産は時子朝太郎朝次郎の三人にその大部分が与えられて腹違いの君子には し粒ほどの金が与えられるのだと説いたさらにまたきみこが朝えも門師のたった一人きりの子供ではなく他にこうして3人も本当の子供があったことをしみじみと同情してやった学校で習う囚身は覚えられなくても直接自分の身に関係した俺のこうした教訓は いかに驚くべき俊敏さをもって公子の頭の中へ畳み込まれていったことであろうこの間に公子は小学校を卒業し例の通り多額の運動費を振りまいて某女学校へ入学していたのであるがこの女学校から彼女は時々別荘を書いて屋敷へ帰ってくることがあっただんだんに聞いてみるとそれは彼女が見るからに醜い顔立ちで しかも小僧らしいところさえあったので常に友達からいじめられていたからだったそれはちょうど俺の場合と同じである女学校ではもう1年へ入学した当初からして上級生と下級生との間にいわゆる S さんなる関係が成立するらしい可愛らしい美しい顔をした下級生には上級生が常に大勢つきまとって その関心を買うことに努めるのだ公子にはそれが全然なかった経験である彼女は学校で常に孤独だったそうしてしかも家庭において長女時子とはすこぶる仲が悪かったし二人の兄はかかる醜悪な妹とは秘書に行った時などに一緒に海岸へ行くことさえ拒絶した彼女はここでもまた 寂しくとりぼっちで残されたのである俺は図らずも自分の幼年時代を思い出したそしてさすがに涙があふれてきて公子をこの上もなくかわいそうだと思い抱きしめてやりたくなったことさえあった俺もまた公子と全く同じようにしていやあるいはそれよりももっとひどく世間から疎まれた少年なのだ 俺の家は宝だけとは比べ物にならぬほど貧乏だったそうしてそのために事情はもっと悪かった俺は小学校時代の友達でもあるいはまた学校の教師でも一人として懐かしい追憶を持っているものがない頭はいいが意地の悪い子だと言って教師は俺を一度でも急調にはしてくれなかった 友達は俺の家の前を通るときにわざと背虫の真似をしてみせ、広っぱへ遊びに行くときも、学校でベースボールをやるときにもなかなか一緒には遊んでくれなかった。たまたま仲間に入れてくれれば、それにはきっと何かの計画があり、俺がその中で一番嫌な役回りをさせられた。君子と俺と。この二人は、 恐ろしい何かの悪因縁で結ばれているのだ陰で俺は公子に同情したそして面と向き合っていてみるとその同情がたちまち底知れぬ憎悪に変わって俺は最初に立てた計画をあくまでも遂行しようという気になった学業以外で公子のために与えた読み物は 大抵が執念深い復讐を主題に取ったものであるあるいはまたママ子が母親にいじめられるという型の古い小説である最後に各種の復讐実録である公子は友達がなくていつも一人きりで自分の部屋に閉じこもっている代わりには思う存分読書にふけることができた学校の宿題などは俺が全部やっておいたので それに心をわずらわされることもなくもろもろの悪徳でぎっしり詰まっている書き物子供が読んではいけない頭脳の成熟した大人だけが読むべき書き物をむさぼるように単独したある日学校から帰ってきたキミ子は珍しくも顔を輝かせていたそして今ここへ来る途中でトラックが。 どこかの若い美しい奥さんをひき殺したところを見てきたと言ってせいせい息を弾ませていた殺人の興奮が彼女の胸を躍らしたのだ血を見ることの喜びが獅子の筋肉を震わせたのだ明らかに彼女は俺が予期したとおりの悪徳を体の全身に植えつけられて 今やその悪徳からほとばしり出る強力を何者かに向かって注ぎかけようとし、一心に出口を求めているところなのだ。俺は半ばまで成功したことを知った。そして過去半年の間、ひたすらに時期の来るのを待った。彼女の物欲、彼女の憎を、彼女の復讐が、 はっきりとある特定なものの上に焦点を結んでそこに明確な形となって現れるのを待った俺の教育方法がそれほどうまかったとは思わないのに公子が多分先天的にも悪の素質に恵まれていたのであろうこの特異なる学問において 短い年月の間にいかに驚くべき進歩をしたかということは挙げるとたくさんの例があるがそれは彼女がこうして不思議な磨きをかけられている時に一方では学校で教わる数学だとか理科とかに対して妙に飲み込みが早くなり小学校時代には長男浅太郎同様に低能寺に見えたにもかかわらず 最近の彼女はそれと全く変わった風貌を表したことによっても大方はそれと推察ができよう俺はそういう結果を少しも予期しなかったのであるが実際びっくりしてしまった彼女は平成数学の宿題などを自分でやったことがなくだからいざ試験という時になるとさすがに慌てそうなものであったが見ていると別にそういう風なところもなくそのくせに 試験では満点とまでいかなくてもかなり中以上の成績を取ることができた理科と数学以外の例えば歴史・地理等の暗記物やことに手芸・裁縫の類になるとこれは全くダメであったがそれにしても何たる奇怪な現象であろう俺はこれを例の独特な教育によって彼女の頭脳が整頓されたのだと解釈したい 言い換えれば彼女の頭脳はそうした教育をのみ受け入れられるに適していてだからこそそれによって初めて彼女の本質が輝きだしたのだと考えたいいずれにせよ公子は俺の教育法に対して最も適合した女であったのだ公子は食事時になると他の3人の兄や姉と顔を合わせたが そんな時には他の者のとほとんど口をきかなくなったそして時子や浅太郎を時としてじろりと見上げるまなざしのうちには何とも言えず独々しい光を漂わすようになった球児に出ていた女中から聞いたがある時は次のようなことがあったという「あらみ子さんどうしてそんなに私の顔を見るの?」 とき子がふと箸を置いていったそうだ嫌な人ねあんたは気味が悪いのお姉様きみ子は臆面もなしに答えたそうだ私お姉さまのことを考えると変に気の毒になってくるのよどうしてなのどうしてでもないけれど気をつけないと お姉さまは若死にをするそうがあったよ。私なんだかそんな気がしてたまんないの決してふざけてではなく真面目にそう言ったので誰もその言葉を混ぜっ返すことができず一同妙に黙り込んでしまったということだ公子が果たして時子を憎みいつかは時子を殺すに違いないということが俺にはこれで目星がついた 殺人隠落者という程度にまで公子が言っているのかどうかは分からぬだがもしかして彼女が一度時公でも殺したが最後必ずそういうふうになるのであろう殺人隠落者は自分の殺そうというものをただ突然にズバリと刺し殺しただけではおそらく十分に満足ではあるまい。 じりじりと被害者に接近していってその間には幾度か死の警告を与え被害者が怯え恐れている様を快く眺めるものなのだ猫がネズミに戯れるのと同じことだ俺は公子の素質のうちにそうした残虐性が多分に醸されてきたのを認めたつい最近まで俺は が時子を殺す場面をあれかこれかと想像してひそかに楽しむことができたなぜ時子が第一に殺されるのだと決めたかといえばそれは最初からして俺の予定であったからだ朝右門士の遺産が時子朝太郎朝次郎の三人さえいなければ自然に公子一人のものになることを 俺は入念に遠回しに教えておいたはずだっただからキミ子が人殺しをやるようになれば必ずまずこの3人がやられる順序だったそしてその中でも時子と公子とは特別に仲が悪く一方ではキミ子がますます孤独になっていくのに反して時子は年とともに法令な肉体となり 今では幾人かの若い男を恋人にし思うがままの閲楽にふけっていた当然時子が第一にやられるものと決めていたがしかし俺はここで俺のこうした予想が必ずしも正当でなかったことを是非とも断っておかねばならぬ実を言うと俺は意外にも その最初にやられるのが時子ではなくて本当はこの俺ではないかということをふとしたことから気づいたのだ別に何でもないといえば何でもないだが最近になって俺は公子の俺に対する態度が著しく変調をきたしたのを認めた冷酷無残なる教師の俺に彼女は 不自然なほどの親しみを見せ始めたのだねえ先生私は誰も他には私をかまってくれる人がないんだから先生一人を親ともお兄様とも思うわよ気味悪くこう言って甘えてくる公子なのだこの変化は甚だしく俺を老狽させたものだった そして最初は何が何だかわけがわからず懸命にその原因を見極めようとしたものだったあるいは彼女がいかに悪女であったとはいえ肉体の抵抗すべからざる発情に応じてひそかに異性を恋したいその相手として俺を選んだのかもしれないと思われた彼女はすでに16歳だった そしてしかも年寄りははるかにませた女だったが俺は愚かではないやがて俺はもし彼女がそういう気持ちであったとしたなら彼女は俺以外に処世なり自動車の運転手なりを相手に選ぶはずだということに気がついた同時にある日彼女の置き忘れたノートを何気なく開いてみた時に「偶然」 事の原因を突き止めることができたノートは手芸帳だったそしてその手芸帳の一番裏に4つの名前が書き込まれ次のごとく番号が打ってあったのだ宝田時子1宝田朝太郎2宝田朝次郎3 引た馬吉。四一最初は俺を四番目にしておいて、次には一と書き直したのだ。これだけのものを持って、それが直ちに君子の殺人計画を示すものだとは言えないかもしれない。だが、 の新しく示し始めた態度に照らし合わせるとかなりはっきりしていると思うことにこの奇妙な人名表において最初の番号はすべて鉛筆で書いてあるのに俺の四を消した展望と新たに書き加えた一とは比較的新しい陰気で書き込まれたものなのだ最初は俺が四番目に殺される人間だったのだ そうして後になって彼女は計画を返事、俺を最初にやった方が都合がいいと思ったのだ俺はさすがに立然とした彼女が俺を殺さねばならぬ理由はそれまで考えたこともなかったけれどこうなれば極めてはっきり分かった彼女が時子なり朝太郎なりをやっつけた時に その犯人が彼女であることを誰よりも先に指摘しゆるのがこの俺であるということを彼女はちゃんとわきまえているのだそうしてそんなことがないうちにあらかじめ邪魔者をのぞこうという抜け目のない計画を立てたのだ番号は時子が1であるし俺も1だだから今のところではどちらが先にやられるかわからない 子の俺を油断させるために慣れ親しんでくる目つきのうちに俺は冷ややかな殺人の意志を読むことができる今は夏だもう10日ばかりすると初中休暇だ公子は昨日俺に向かって行った先生今年の夏は先生も海岸がいらっしゃいよ。 私泳ぐことを教えてあげるからさこれも何らかの計画の一部ではあろうが俺は完全として行くつもりだそしてそこでは俺がどうしても殺されない人間だということを公子にのみ込ませ逆にまず時子を殺すのが近道だということを教えるつもりだ 君子の計画が俺の考えるより以上に進んでいればしかたがない残念だけれども時子が殺されるのを見ずに俺が先に死んでいくのだ今夜は非常に蒸し暑い晩であるさっきまで君子は部屋で本を読んでいたらしかったが今明かりをポッと消したところだ俺もこうやって だいたいのところ書き終わったのだからぼつぼつ寝ようと思っている今夜にも彼女は俺の寝室へやって来てブすりと担当を突き刺すのだろうかバカな俺がどうしてそんなに簡単に死ねるものかい